ゴールキーパーは三浦です。ディフェンダーは田中、金城、山下、そしてアンカーのポジションに西山、右のウイングバックに綿引、左には橋本が入ります。インサイドハーフには徳永と前田、そして2トップは13番の吉武と96番のブルーノサントスです。日本代表経験のある6単がゴールキーパー、システム352、おそらくアンカーポジションに岡澤が入ります。3142という形です。ディフェンダーは17番の増田に、14番の鈴木、そして藤原、アンカーのポジションに岡澤、右のウイングバックには高安、左に光輝、インサイドハーフに佐藤と平松、2トップは前節同様高木と白井となります。前からの圧力、プレッシャーをかいくぐっていきたいところでしたが、いい守備になりました相模原。ブルーノサントスから、さあ縦にボールが出た、シュートになるか、ポストに当たった、ポストに弾かれた、押し込むか、最後は吉武リオのシュートでした。吉武からのボール、橋本のこのボールはポストに弾かれました。そして最後に吉武、いや決定機でした。綿引き、ブルーノサントス、ここは足元で受ける。さあボールを運んでいく前田、右には綿引きがいる、前田から前へ、ここはブルーノサントス、6番が掴んでいます。さあシュートまでいけるか琉球、後期ボールをキープ、藤原、後期から後期のシュート、後期がシュートを選択しました。FC 琉球の下部組織で育ったプレイヤー、18歳です。その高木はゴールキーパーの前の位置、岡澤が、さあ中にボールを入れていく、ヘディングシュート、最後は鈴木純也、ファーサイドにいました。高木純也が頭で合わせていきました。スリーバックの一角、田中です。西山、レフティの西山、一人いました。左に展開していく、いいボールが通った。橋本からのボール、ブルーノサントス、ヘリングシュート。クロスバーの上でした。ファーサイドにいました。西山からの見事なボール。一つ幅を使った展開から、最後は中央、ファーサイドにいました。ブルーノサントスの頭。綿引が中央にいる、吉武、追い越す動きは田中、前を向いた綿引、綿引から徳永、徳永の右足、ファーサイドにブルーノサントス、さらには山下の姿があります。180センチ、近所中央、このボールは6段パンチング、ブルーノサントス、6段がよく防ぎました。西山からのボール、6段反応、そして最後はブルーノサントス、西山対応です。上原も中絞っている、その上原にボールが当たるか、ここはどうか、シュート、その前に笛が鳴っています。ゴールは認められません。藤原が対応に行きましたが、反応しましたが、今のはゴールは認められないというそのジェスチャーでした。今シーズンの2勝目なるかという FC 琉球、平松がボールをセットしました。石井が行くか、石井が狙ってきた、石井海星直接狙ってきました。ゴールキーパー三浦元明反応です。いやー、いいコースに飛んでいました。前から上原、ここはタッチ終わりました。ここで試合終了、タイムアップのホイッスル。 SC 相模原と FC 琉球の一戦は0対0、スコアレスドローとなりました。